まあ、以前にこの時計は雑誌にも掲載したことがあるんですけれども、チューダーのイカサブですね。で、まあ、イカサブはまあ大きく2種類あって、初期のイカサブと、後期のイカサブになるんですけれども、これは初期の方ですね。リファレンスでいくと7021っていうリファレンスになります。ここに日付がないのが7016になるんですけれども、これはその日付のあるタイプですね。で、この、まあ、日本ではイカサブって言われてるんですけど、海外なんかでいくとあのスノーフレークダイヤル、雪の結晶のようなダイヤルって言われてますけれども、まあ言い方ですよね。イカはあのこの日あの地震と噴震のこれをこっちの方を言って針の方を言ってますけれども、アメリカではその文字盤ですね。これはちょっとロレックスのヘビーブレスつけてあります。はい、こういう感じですね。イカサブ、まあ機械もここのイカサブからスノーフレークダイヤルからエタに変わってます。これはあのなぜかというと、その前のキャリバー390っていうのはフォンテンメロン社の機械なんですけれども、フォンテンメロン社がエタに買収されてしまったんですね。だからもうそれ以上、作るっていうことなくなりましたので、エタ製の機械になりますね。でこれはあの機械がですね、エタなんですけれども、日付が赤と黒が、交互に出る、日付の板になってますね。まあ今ではすごい高額で取引される時計になってしまいました。はい、この文字盤も焼け具合がなかなかいいですよね。はい、そういうことです。